大阪梅田駅は、大阪府大阪市北区梅田3丁目にある、阪神電気鉄道の駅である。駅番号は、HS01。阪神百貨店の地下2階に位置する。昭和30年代の阪神大阪梅田駅、建て替え前の阪神梅田駅と阪神百貨店本線の起点であり、同線から分岐している阪神南波線の大阪南波駅とともに、 大阪側のターミナル駅として機能している。阪神電鉄で最も利用者数の多い駅である。大阪の二大繁華街の一角北の中心地梅田に位置し、周辺は大阪市の商業、ビジネスの中心として機能している。2019年10月1日に国内外の観光客にとって当駅が大阪市側の中心駅であることをわかりやすくするために、 梅田駅から大阪梅田駅に改称された。旧梅田駅時代から大阪南場駅と同様に大阪側のターミナル駅であることを明確にするため、車内アナウンスでは大阪、大阪梅田、終点です。のように案内されてきたほか、阪急の梅田駅と区別するため、阪神梅田駅と呼ばれたこともあった。駅自動放送においても同様で、阪急の乗り入れる。 新開地駅や高速神戸駅、乗り入れ先の山陽電鉄線内では、阪神梅田、阪神線内では、大阪梅田の故障が用いられた。切符売り場では、路線図形の運賃表には、阪神全駅の中で唯一大阪南馬駅は、記載されておらず、阪神南馬線では、桜川駅までが記載されている。また、往復乗車券専用の自動券売機が、設置されており、 阪神甲子園球場でイベントが開催される日には大阪梅田駅甲子園駅間のまた天ヶ崎協定開催時には大阪梅田駅天ヶ崎センタープール前駅間の東海エビス大祭では大阪梅田駅西宮駅間の往復乗車券がそれぞれ発売されるまた往復乗車券に関しては高校野球開催時に満員通知が出た際に限り 甲子園駅との往復乗車券には、往路用、袋用ともに、縦書きで、という表記が加えられる。なお、プロ野球開催時には、この表記はなされないが、甲子園球場、京セラドーム、大阪ともに入場券が前売り完売した場合は、大阪梅田駅以外も含めて試合当日は、すべての自動改札機に、入場券を、お持ちでない方は球場にご入場いただけませんという。 張り紙がなされる。東駅阪神神戸三ノ宮駅間を経路に含む通勤定期券を所持している場合、その定期券で阪急大阪梅田駅、阪急神戸三ノ宮駅でも乗降することができる。逆に、阪急大阪梅田駅、阪急神戸、三ノ宮駅間を経路に含む通勤定期券を所持している場合でも、阪神大阪梅田駅、 阪神神戸三宮駅で乗降することができる。なお、定期券の券面記載の経路に含まれていない側の途中駅で降りる場合や今津駅での乗り継ぎの場合は、別途運賃が必要となる。本線阪神南波線の新線区間の通勤定期券を利用する場合、当駅に限りそのまま乗降が可能である。列車到着時は、大阪南波駅と神戸三宮駅にワンホームを除く。 他のすべての駅で使用している到着メロディ、線路は続くよ、どこまでもは流れず、いきなり、間もなく、番線に電車が参りますのアナウンスが流れる。一方、発車時は、シンセサイザーによる発車メロディが流れる。また、注意喚起のため、列車が発車する直前からホームを離れるまで、番線の電車が発車します。ご注意くださいが繰り返し流れる。 梅田地区の鉄道駅の位置関係。駅名は右上の四角マークで地図を拡大し、アイコンをクリックして表示される。太字は駅番号。東端式ホーム5面4線を有する地下駅で、プラットホームは JR 大阪駅と阪神百貨店間の道路の地下2階にある。なお、地下の東端式ホームで5面を有するのは日本最大である。改札口は、 ホーム車止め側の東改札のほか、地下1階には阪神百貨店の西側に西改札がある。エレベーターエースカレーターは東改札のみ設置。なお、西改札においては2015年12月19日より南側に仮設の東西自由通路を開設したことにより、コンコースが分断されたため、新たに4番線校舎ホームには出口。 専用改札口を設置していたが、2021年2月5日を、もって閉鎖し、翌6日からは校内に再度統合された。ホームは、北側から1番線校舎用、1.2番線、乗車用、2.3番線校舎用、3.4番線、乗車用、4番線校舎用の順となっている。1.2番線乗車用ホームは、24時発神戸。 三宮駅特急が発車した後は発車する列車がないため翌朝まで閉鎖される。なお、1.2番線ともに夜間大白の設定がある。1番線からの定期列車の発車は、2020年3月のダイヤ改正以前は、初発とその次の直通特急程度であったが、ダイヤ改正後は、平日夕方から夜間の直通特急、特急も使用するなど頻度が高まっている。 3.4番線乗車用ホームのうち4番線側はコンコースとの階段と干渉しているため実質の有効長が5両分しかなく通常は普通列車の発着に限定して使用されている2017年夏に乗車側、校舎側ともに4番線ホームは西改札側のうち乗降口のない箇所に転落防止策を設置したため当面は急行軽車両の発着はなくなった なお、かつて平日朝ラッシュ時に当駅到着後を折り返し、回送となる6両編成の列車が4番線に着発していた時代は、校舎用ホームのみ回避していた。ターミナル駅として、高頻度で運行される列車の発着を円滑に行うことを考慮し、複雑な配線を採用していた。現在の配線は、以前よりも簡略化されてはいるが、 地下駅ゆえの空間的制約により未だに複雑な配線となっているため到着列車が3.4番線に入線する際や1.2番線から出発した列車は直後に数回大きく揺れる。隣接する阪神百貨店の建て替えに合わせて2015年3月3日より大規模な駅改良工事に着手。計画では現在の一番線の北側に新たに一線を設けて 現三番線を廃止し、ホームの拡幅と四番線の延伸、可動式ホーム柵を設置する。なお、新しい一番線には校舎ホームは設置されない。また、西改札にもエレベーターエースカレーターを新設するほか、拡張部分の上に当たる箇所にあった、東西自由通路を改装、拡幅する。完成は2022年度末を予定している。まず、従来は、 東改札を出て北側にあった駅長室が2019年に反対側の南側に移転した。またコインロッカーと梅田ミックスジュースが東改札の階段下に移転した。梅田ミックスジュースあたり駅の改札外に株式会社社会が運営するジューススタンド梅田ミックスジュースがある。1969年11月に出店し看板メニューである ミックスジュースは1日平均約1500杯を売り上げており、多くの利用客に親しまれ、当駅の名物になっている。かつては東改札の手前にあり、2015年に駅改良工事が着工すると存続が危ぶまれたが、2019年4月に現在地に移転して運営を続けている。2019年時の1日平均乗降人員は17万112人で、 ある。阪神電鉄で乗降人員が最も多い駅であるが、1991年時をピークに減少傾向が続き、2000年時以降は1日平均乗降人員が20万人を割り込んでいる。その後は18万人程度で推移していたが、2009年3月に阪神南馬線が開業し、 大物駅以西からは当駅を経由せずに南馬方面へ向かえるようになったため2010年時以降の上降人員はピーク時の7割程度で1960年代前半の水準である16万人程度で推移している。各年時の1日上降、乗車人員数は下表の通りである。近年の1日上降、乗車人員の推移は以下の通り。梅田は 大阪市最大の繁華街、オフィス街である。南波震災橋と並ぶ大阪の商業の中心地であり、淀屋橋とともに大阪の代表的なオフィス街である。百貨店、ファッションビル、専門店、ホテルオフィスビルなどが集積し、関西最大の超高層ビル群を形成している。駅南部から南西部には阪神グループの商業施設である。 阪神百貨店梅田本店やハービス大阪、ハービス園とホテル、阪神などが立ち並んでいるため、この地域を指して阪神村と呼ばれることがある。駅南部はダイヤモンド地区となっている。駅北部は JR 大阪駅及び大阪ステーション式となっている。駅北東部は 阪急梅田駅や阪急百貨店梅田本店をはじめとする阪急関連の施設が立ち並んでおり、阪急村と呼ばれる、注釈出店。ありがとうございます。